はい、えー、ネットベースアナリスト、横田修林です、えー。今日はセミナーの告知をしたいと思うんですけど、えー、まずは、ね、こちらからご覧ください、はいえー。スマホ対応売れる検査キーワード見つけ方セミナーということで、5月の21日に行います。で今回はです、ね、なんと4時間あります。 まあ、あの実質は休憩入れるから4時間を、ね、ちょっと切るかもしれませんが、まあ、できれば4時間やりたいなと思っているんですけどで今回です、ね、この教材を、えーまあ、セミナーを行うにあたったのはです、ね、実はちょうど4年前に、えー、売れる検査企業の見つけ方という教材を出しているんですねで。この時と今で何が変わったかというと大きく変わったことはスマホが普及したということ。 で、スマホとパソコンの順位が違うようになってきたっていうこと。で、このスマートフォンの検索がすごく多いキーワードと、パソコンの検索がすごい多いキーワードとか、そういったことが出てきたので、その辺をもう一回ですね、踏まえて、で、まあ、この4年間の <coughs> いろんなノウハウとかも踏まえて、まあ、今回ですね、教材化したということも踏まえてですね、今回ですね、セミナーを行います。で、5月21日に行うんですけど、 2つのキーワード集客ですね、えー。キーワードマーケティングの話。で、売れるキーワードって何なんだって話。そして、発掘の仕方、数値化の仕方、計画の立て方。まあ、いろんなツールを紹介します。で、最後に、パソコンとスマホで異なる検査キーワードなどを踏まえて、えー、今回ね、えー、お話ししたいと思っています。以前はですね、この教材を、えー、おそらくまた100ページを超えるレジュメになると思うんですが、 レジュメとあと実際のですね、セミナー映像で3万円、2万9800円で販売してたんですけど、今回いくらになるかちょっと分かりませんよ、えー。検索キーワードって、キーワードマーケティング、キーワード集客する人にとって、もう宝なんですよね。このキーワードを見つけた人は、これでですね、もしかしたら一生食っていけるかもしれないっていうような、非常に重要なものなので、これに関して、今回ですね、詳しくお話ししたいと思っていますので、ぜひ、 お越しいいただければなと思いますはい、えー、ということで、今日は、えー、売れる検査キーワードの見つけ方セミナー、えー、スマホ対応版、えー、紹介しました。ネットベースアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。